移動したいと思います。ゴミないように。すぐ近くなんですけどね。同じ場所だとダメなんだな。常にちょっと位置を変えないと。今移動します。これが刺さない。よいしょ、これで OK。 あとはちょっとペングで固定して飛ばないように。移動してきたんですけどね、なんか反応がなくなるっていうパターンがこれじゃねえか。なんか反応が見えない。せっかく移動してやろうとすると反応がないっていうパターンじゃないよ。テントの下に入ってない。キリってワカサギの仕掛けは繊細なんで。あんまり移動はあれですね。ドーム線でもよく移動するんですけど、繊細に移動できるように。あ、じゃあ切れてなかった。よかった。切れたかと思った。繊細なんで。消えてしまった反応が。せっかく移動したのに。まあでも。やるしかないんだろうね、ここで。11時17分で移動して、まあ、釣り開始なんですけど、魚が、なんか消えちゃったな。消えちゃった魚。せっかく移動したのに。いたよな、絶対いた。いたのに、止まっちゃったな。ちょっとうるさくしちゃったのかな、移動でガタ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 、それで散っちゃった可能性があるんで、もうちょっとしばらく様子見たいと思います。新の調べ 4m、 さっきのとこ 5.7 だったんですけど、これぐらいか、これぐらいです。氷の厚さ、ここも 50cm はありますね。厚さ全然まだまだ50はある。ほとんど同じぐらい。いやーすげえな。全然熱いっす。反応がなくなったなー。全然ないな。釣れないっす。釣れない。反応なし。これが反応ないってやつですね。完全に。で、もう昼、とりあえず食べて帰るか。反応あればちょっとやろうと思うんですけどね。今日はレストハウスで、カップラーメンとおにぎり、とゆで卵は持ってきました。これ食べて帰ろうかなと思います。30匹で限界ですね。卵投入しました。おにぎり食べれるかな。ついに氷上ワカサギ金曜日木曜日まで来ましたね。来ちゃった。
った。今日レストママさんと、もしかしてと、土日までって話したんだけど、ちょっと嘘ついちゃったな。分かってたと思うんですよね。もう、あと2、3日だっていうことは分かってたと思うんで。まあ、とりあえず今日が多分っていうか、最後ですね。明日は休めない。で、間違いなく今日で最後。で、あと、ドーム戦、3月いっぱいまで、やるそうなので、1回ぐらい行きたいなと思ってますね。一番線の奥は、ちょっと怖くて座れないんですけど、まあ、どっか、ドーム戦行きたいなと思いますね。それより、ここ、入ってきましたね。何なんだ。やっぱり、いたんだよな。あれ。ちょっと、頑張りたいと思います。100匹。今、38匹で。フィッシュアラームが鳴りまくってます。来てる。よし。お、ダブりました。ミラクルだな。この時間に釣れるなんてな。やっと。あ、釣れたらいなくなっちゃった。ダブリで釣れたら。もう入ってるんですけど、乗らないので、ちょっと重りを反対に重くしてみたいと思います。3グラムから5グラムに、ちょっと変えたいと思います。重りを5グラムに変えましたね。やっぱり3だとふわふわすぎて乗らないんですよ。当たりが出るんですけど乗らないパターンで。ちょっと重りを 5g。来たかな。5g の方が、乗ってなかったな。なんか、スパッと乗るっていう感じするんですよね。5の方が。ちゃんと張ってる時に当たりが出た方が多分フッキング、あ、ほらフッキングするんですよ。こういう時やっぱ 5g なんだな。活性いい時はもう重くした方が全然いいです。3時半になるとこですけど、今99まで行きました。これはマグレですね。あと1匹釣ったら今シーズン終了したいと思います。多分もうこうちょっと多分来れないと思うんです。木曜日最終日ちょっときついかなと思います。水曜日はちょっと来れないので、木曜日もどうでしょうね。一回来てもいいかなと。ちょっともうちょっとピンポイントで探り当てたい気もするんですけど、あと一匹釣ったら終了したいと思いますね。最後一匹釣れるかな。ちょっと、よし、あと一匹。来ました。100匹。来ました。100匹です。これで終了ですね。これで終了したいと思います。じゃあ帰りますかね。多分今日で最後なんで、本当に楽しませていただきました。じゃあこれからじゃあ帰りたいと思います。
よし。いや、いいね。あったかいね。もう春だな。春。いや、帰りたいと思います。よし。腰がゆっくりが、押しづらい。スノーシュー必要でした。あ、そっちだ。そっちが道路だね。お、ない。あ、はまる。高速道路はそっちでした。やばいな、結構もうやばいな。お、お、大丈夫？大丈夫？これ大丈夫じゃん。よし。